はい、そしたら聖書を開けてください。はい、今日は次の使徒言行録ですね。20章、ちょっとそのメガネ、23分ぐらいメガネが入ってないもんね。ね、13節からです。その原稿録、使徒原稿録の一章ですよ。ページ数でいうと254ページですね。トロアスからミレトスまでのまたりというところから読みましょう。さて、私たちは先に船に乗り込み、アソー主に向け船でした。これをパウロはそこから乗船させる予定であった。これはパウロ自身が徒歩で旅行するつもりでそう信じておいたからである。皆さん、パウロと打ち合ったので、私たちは彼を船に乗せてミキネレネに来た。翌日そこを船出し、キオス島の沖を過ぎ、その次の日サモス島に寄港し、さらにその翌日にはミレトスに到着した。パウロはアジア州で時を打ち出さないように、エペソにはパウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロは話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分は全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの網に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお通会していきました。役に立つことは一つもならず、公衆の目線でも方々の目でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことが、この身のことが何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けていることだけは、聖霊がこの町でもはっきりと告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことが適材すれば、この命すら決して惜しいとは思いません。はい、アメン。アメン。ここからお話ししますがね、大体後半の方ですね。前半はまあ、旅のあっち行ったりこっち行きましたという話なんで、まあ、あまりその、説明しなくてもいいと思いますんでね、後半の方ね、17節から、24節のところからお話ししたいと思います。特に今日の主聖句、主なところはですね、24節ですね。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。
このところからお話したいと思いますね。この使徒パウロさんもですね、イエス様のことを伝えたわけですけども、もう非常なね困難の中に、私の時代でもイエス様のことを伝えるということはね、非常にしんどいわけです。みんなが誰も歓迎してくれるわけじゃないからね。だからなかなかうまいことね、それがまず伝えられて、それでいっぱい人が信じてくれて、その信仰について賛成してくれる人ばっかりやったらいいんだけどもね、必ずしも賛成してくれる人ではない、むしろ反対の人が多かったと。というのはそれまでの考えとは全く違いますから ね極端な言い方すれば、天の信仰に対して地の信仰と、それまであったのはこの大地というかね、地に根ざすこの世というものに根ざす信仰だったわけです。基本がこの世ですね。けど本当の神様のものは天、神のものから来るんですよね。天と地との差が、ね、天と地でさあ分かりますよね。下見た天、地上見た天ね、地と上やからね、全然違うでしょ。だからもう正反対と考えて、だからそんなもん一緒になるはずがないんですね。これはおかしなことを言う人もおってね、もう信仰は皆同じやみたいな考え方をしてもらってますけど、ね、全く違いますからね。デパウロさんはですね、この福音を一生懸命伝えるわけですよ。ここにもありますようにね、勇ましい生き様をここに書きしましておりますね。自分の課せられた任務を果たすことができれば、この際のところね、もう何ももうね、命すら惜しくないと、ね、自分のこの課せられた任務が、それを自分がやれれば、できればもう自分は今死んでもいい、そう言ってますね。けど多くの人はですね、自分に課せられた、与えられた責任、務め、それなんだかさっぱり分からへん。第一、私は何のために生きてるんですか、何のために私は生まれてきたんですか、ね、尋ねられてもですね、まあよう分からんと、答えられないという人が多いね。まあ、それで多くは結果から考えるかな、私何のために生まれてたかな、考えてみたら私には子供がいるから、その子供を産むために生まれてきたからですね。そういう結論を出せる人もいますし、お子さんのない方、おられない方はね、それは言えないけども、年取ってきて、ね、ある程度の年齢に達したらそういうことも言えるやろ。あるいは何かその人が一生やってきたいろんな仕事があるじゃないですかね。そしたらその仕事をするために私は生まれてきたんだというようなね、結論でまあ納得しようかなというようなね、そういうことで、まあ自分のやってきたをまあ認めることで、そのままね、よかったんかなぐらいにね、またそう思ってしまうのはしゃあないというところがあってね、思う人も多いかもしれませんけどね。だけどもこの人はですね、何死にまし生まれてきたんだろうというね、そういうことでいつまでも迷ってるというか、わからない人が多いんじゃないかな。どうですかね。もうこの人パウロさんの場合はありあなた人、ね、このパウロさんはもう自分は何死に生まれてきたのか、何のために自分のする仕事は何なのか、この人ははっきりと神様に教えられた人だからね、非常に幸せな人です。それまではいろいろあったんだけどね、
与えられた立場は大変な立場ですよ。大変な仕事ですよ。それでその福音を伝えることによって多くの人が救われるわけだけど、それをその人に救われると言って分かってくださる人だったら、それはものすごく素晴らしいことなんだけど、必ずしも分かってないもう困らないという人が多いとなればね、しんどい仕事になりますよね。多くの人はこのイエス様に出会って感謝ありがたいと思う人、多くの人は思うわけやけど、だけどイエス様を受け入れると信じるということは、それまで多くの人が信じたね、まあ古い信仰というか考え方というものをもう捨てるということになりますから、古い考え方を捨てられたという、それまではまあ日本の場合やったらね、お寺やらお宮やらねありますから、そういうところでまあいろいろその経済的にも支えられているような人にとってはね、それで専門にやってる人にとってはね、キリスト教というのはあんまりありがたいとは思わないやろうね。ところが日本のキリスト教はそんな力ないし、かなり英会なところで妥協しているところもありますからね、まあそこまでは、まあ、思われてないところもあるわけですけどね。でも本当にイエス様の教えが世界日本中に広まりね、それでイエス様のこの信仰によって多くの人たちが大きな動きというか活動がするようになってきたらね、それまであったお寺やお宮の人たちも全部失業ですよ。失業ね、まあ今も失業中の人多いけどね、もうお寺やお宮もね、どないのあんまりね死んでない人ばっかりが増えてきてね、まあ昔やったら私なんてのとこでもね、安住さん言うんだけど、安住さん、天さんのこと安住さん言ったけど、安住さんがおったったわけですよ。いや隣の村のお寺にも安住さんがいるのおったったな。で最近安住さんどないしょってんですかって言ったら、もう亡くなられましたってね、うん、それで誰か後のね、あと継いだってんですかって言ったら、誰も継いでないとね、そういうのものすごく増えてきてるよね、うん、それからもうそれは昔からそうだけどね、まあ、お寺やお宮さんのその、まあ、持ち主というかね、神主さん、お宮さんは神主さんか、ね、お寺さんは盆さんとね、そういう人は大体賢職というかな、学校の先生なんかは金取ってる人多いですからね。だから先生今日は授業休みですって、なんで言ったら、今日はお葬式があってそちらの方が忙しいですって言われてね、結構休んどった人多いですけどね、もうだから要するに金取ってるわけですよね、お坊さんを兼ねてね、それで学校の先生がやっておられるとね、それでも別にまあいいわけだったりね、ずっとそんなんでね、いや、もともと言えば寺子屋って言ってたわけだからね、小学校言ったってね、学校言ったってその お寺やお宮から始まってるという、私のところ の小学校なんか日吉小学校になるとか、日吉小学校って何ですか、日吉神社いうところの軒先借りて始めたからねそのまま日吉神社になってるというね、まあっていうのね感じでね、そうなんだけど、その特殊ではないわけ、そんなのいっぱいあるわけですよ、うん、だからそこからもう元から考えたら、出始めから考えたらね、まあお寺やお宮というものから始まってるからね、その昔ね、字がまあ大体基本的には人間は字が読めなかったら話にならないわけやからね、だから字というものを読める人というのは、まあ、お寺のお坊さんかね、神社の神主さんというような感じだったわけだからね、だからそういう人たちが自然的にね、その地域の教師というかにならざるを得なかったわけだからね、そういう出発点から言ってもね、そういう小学校の名前になったりね、あるいはお坊さんが依然としてお坊さんしながらね、小学校の先生もやってるとね、いうことに、なっても不思議じゃないわけで、うん、それで憲法的にはおかしいんちゃうかって言ってね、なんとなくいろいろ言うてみたってね、もうそういう歴史を背負ってるわけだからね、うん、もうその当然、ね、もうおばさんも兼ねて、それで小学校の先生もしてると、ね、いうわけですよ。それでこの隣の中西部落の隣の部落の
大国か大国のお坊さんはねもう亡くなられたけどものすごい偉い人でね灘高の先生だった灘高の校長さんやってしかもね灘高の校長さん法殿の絵から時々おられまして来てましたからね私にとっちらくして教会集会の案内はねキリスト教の集会の案内渡すんですねえだねありがとうって取ってくださいましたよよう見たらねあのお坊さんね連絡 ねその人はねありがとうってね読みませんやと思うけどねまあそういうふうにねあのニコニコしながらね、まあ、受け取ってくれてましたけどねまあそんなんいろいろありましたからね、まあ、まあそんなんでそういう、うんお坊さんを兼ねながらあるいは患者さんや兼ねながらね小学校の先生もしておられたとねまあいわばご苦労さんなことだと思いましたけどねでもねキリスト教が広がってきたらねそしたらもうそんなお寺の坊さんももう患者さんもやっとられへんわけやっとられへん言うたってもう今もさっき言った今もやっとれなくなってなるつつあるわけやけどもう完全にその信者さんがいなくなるというで日本の場合は不思議な国でねキリスト教が広がるという前に仏教だな仏教が広がるということでねそれまであったお寺じゃないわ神社というものはもうやめてしまうのかと思ってなくなってしまうのかと思ったらそうじゃないそのまま残っている、うんそれでそのお寺ができる、ね、だからキリスト教がもし日本で広がったとしてもねもう昔のまんま神社もあれお寺もあるしそれから教会もあるというのはねもう不思議な国になるんじゃないかと思いますけどねまあそういう傾向がある国ですからね、昔のものはそのまままあ形だけでも置いとこうというねところがあるわけですけどね、まあ、形だけでもええというのはええかもしれないけどねまあよくわかりませんがやっぱり神様はあんまりそういうの喜ばれないみたいやね神様はねものすごくそういうところをね厳しく言われるわけですでそれが必ずね罠になるというかそれによって引っ張られるとで本当の信仰は持てなくなってしまうということをね聖書にずっと書いてあるわけですでそのことを聖書を読んでたらねやっぱしそうかというねでそして昔のものを取り出してきてねそして本当の信仰を持てないままいつまでもああでもないこうでもないというようなねややこしいところにおるような人が多いということをすごく思うわけでこの人生についてねパウロさんはもうこの自分の課せられた任務を果たしたね、うん、もうそれだからもう何もねもう悔いることはない、うん、決して悔いませんというこの命すら決して惜しいとは思いませんということはその命が何か取られてしまうんじゃないかなというようなね危機の中にずっといたわけです迫害があるわけ信仰についてこの福音をイエス様のことを伝えるということはねみんなが賛成してくるわけじゃなくて反対者がまずいっぱいいたということと大体国家的に 国全体からしてね、まあ、この時代はローマ帝国という帝国の支配下にあってねそれからもう一つその地方の支配する人がおって、王様とは言わなくても、なんか知事というような言い方したり、言い方あるけれどもね、その地方の、大官というかな、そういう人たちもおったりして、そして一般の民衆もいるし、ね、公には禁止でなくたって、一般の民衆がもう許さへんというような感じでね。いろいろややこしい状態があったわけです。で一般の民衆はね、いいと言ってもね、我が家では許さんというのはね、そういう家もあるからね、ね、我が家では許さないとかね、とにかくそういう、いっぱい家によって違うところもあるでしょ。そうなんで、もう非常にこの私たちの信仰、本当のキリスト教の信仰ですね、いろんな面で、問題があるわけです。問題があるというよりも、反対があるね。なんで反対があるかというと、それまであったものが自分の利益を失う。あるいは自分が考えたと、自分でそれまでいた、今、聖書の場合ははっきり、動物で食べたら蛇という生物に食べられてる。あれは悪魔という言い方して、悪霊とかね、いろんな言い方してあるけれども、それは大体、蛇というのは地面に、長く張っとるわけでしょ、地面でね。で地面に張っとることはそれからでもね、分かるんだけどね。その土地というのね、へばり地という。
それで土地というのは一つの地域だな。地域によっておる、そういういろんな、そのどこ行っても一つの地域地域に、日本の場合だったら神社があるでしょ、ね、地域地域にそういうお寺もあるしね。それからそういう神社の場合は地縁関係だけどね。それからお寺の場合は血縁というものを結ぶけど、中でね、根を張ってるわけだから、それでそれをイエス様を本当に信じたら、そういうものと縁を切らなかったら本物じゃないんですけど、それはもうその本物のところまで行くまで大変な戦いがあるわけですよ。だからもう人によってはね、家によってはね、それを公にできないね、あるいは密かに信じているという、まあ日本人の場合は隠れキリシタンというのね、状態がずっと続いていると、ずっと隠れていると、隠すのも好きやし隠れるのも好きとね、そういうその密かにやるっていうのはね、好きなとこがあってね、それでそれがもう神様もそれでええんやー言ってくださる、まあ優しいね、妥協的な神様やったらええんやけどね、聖書の書いてある神様厳しいんだよね。いやね、日本人はね、日本人でもまあ関西と関東とは違うんだけど生活してみたらあかんけど、関西というものについては関東というのは両方生活したことがある人では分かるんだけど、関西だけにおったら分からへんという、うん、まあ、関西でもね、まあ、いろいろあるけどね、関西は関西でも京都と大阪と神戸までちゃうしね、うん、全然違うんでしょ、うん、それぞれね、もっと言うとね、神戸と加古川と違うしね、姫路と違うし ね, ねちょっと違うね、それは考え方が違う。それでそのところでね、いろんなところ住んでみたらね、あれ何やここの地域は何やろうなと思うようなねところあったりしてね、それ難しいところいっぱい山があるんですよ、ね、そこでもね、なんとかこの信仰をね守っていく、そして神様に喜ばれるこの信仰とは何なのかね、神様に喜ばれ生き方とは何なのかというのをね、いつも自分自身に問いかけてくださってね、簡単に今までのものに妥協しないでね、神様に喜ばれる歩みしてくださいよ。人間なんて怖くない人、多くの人はね、神様が分からなかったらね、人間が怖いんですよ、ね、何か言われるんちゃうかとかね、みんなが避難されるのは嫌だとか、ね、人間を怖がってる人多いんですよ。一番怖いのは神様ですよ。神様ほど恐ろしい方はないんですよ。だって死んだ後にどこ行くかを決められるのは神様やからね、この世の死んでから後に人間何もできんからね、人間が死んでから後に人間ができるのは遺骨をどこやろうかぐらいなので遺骨なんだよ、ただの入れ物やからね、あれはその人と関係ないんだもんね。ところがそういうのにものすごくこだわってる人はおりますけどね、まあ、日本っていう国はそういう意外とか遺骨とか遺骸とかなんか、その死んだ人のもともと関わったものにね、とらわれる。だけどそうじゃなくて、私たちはその霊、魂がね、その人なんですからね、その体じゃないよ、よく考えないと。人間って何なんだろうかと。人間とは体ですか、ね、人間とはその人の心ですか、人間とはその人の霊ですか、ね、霊言っても霊魂なんて言い方あるからね、霊魂と魂と、それから精神なんて言い方あるしね、言葉扱い難しいな。聖書には大体人間には体と心と霊に出てると書いてある。その霊についてそれを魂というのを書いていたり、心についてもなんか魂みたいな言い方したりね、どっちがどっちなんじゃというね、翻訳訳すの難しいというね、こういうのあるんだけど、大変3つになってもできてるということは間違いない、ね、ところがまあ多くの人はその霊というものはあんまり考えない人、存在を認めない人が多いんですけどね、人間には霊というものがあるんですから、死んで残るもね、死んだら普通体なくなるのが分かるでしょ。それでだけど霊というものは残るんだ、ね、それから霊というものについている心というのは霊についていく、
体がなくなってしまうんだから、だから霊と心が一つになってずっと残り続ける、そういうことがある。そういうのを考えていくと、大事にしなきゃならないものは体か、体じゃないってね、わかるでしょ。ところがなんか人間の命は、人間とは体ばっかしと考える人はね、いつまでもその遺骨、意外にこだわったりね、するわけだけどね、あもう土に返したら帰ってしまう、土に戻ってしまって、亡くなってしまうもんですからね、その体にこだわらないということですよね。体と今入れ物やから、ね、これは入れ物ね。体ってこう入れ物です。空やから、空やだからカンカンになってる空。今お茶入ってるからお茶飲みますけどね。ね、要するに、体は空だ。空っぽや。ね、だから中に何を入れるかが大事やね。だからゴミ入れたらゴミ箱やからね。宝入れたら宝箱。入れんな、宝入れないとね。人間も同じです。人間の体にね、あの人の中にはゴミしか入っていないんだっていうのはね、そんな人の中にもしかしたら誰か言いませんよ、そんな実情は失礼ですからね。お前の体、お前の心の中に、腹に、霊の中には体の中に入れとんなんや、ゴミじゃねえか、じゃあゴミ箱かいって、ね、そんなん言って、もろに言ったら、お前の方がゴミ箱じゃねえって喧嘩になるからね、それによってあなたの中には宝が入っておりますね、宝箱ですよ、大事なんや、宝箱は。だけど箱がないじゃないよ、中の宝やからね、だから何でもそうや、中身だからね。けど多くの人はその外見にこだわってね、あるいは包装にこだわって、包み紙、入れ物にこだわってね、中身はわからないなんてして、人が多いです。開けてみたら空っぽやった。開けてみたらゴミやった。アメ底やった。今ね、いろいろあるでしょ。いや、確かにそのお土産買うたらね、いっぱい入っとるのかなと思ったらね、上だけ、表面だけもっと入っとる。なんか怖いことあめは。もう半分以上アメ底っていうね。まあそんなんようありますよね。うまいことやったなと思ってね、いっぱい入ったのかと思ったらね、まあそんなんありますよね。人間もね、要は人間もなんか揚げ底みたいな人間にならないようにね、中身のある人になりましょうね。さあ、それはね、またね、このそう言ったらね、まあ日本人の私たちの考え方は、人間が努力して頑張ってね、そうならないかなと思うわけやね。せやけどそんなことじゃないですよ。神様に委ねる、信じてね、神様にやってもらうことですよ、ね、神様にやってもらったら神様にしてください。これ人間の努力によって、その中身のあるゴミから宝にしようと言ったってね、人間はそんなもんできるわけないんだから。から人間ができることといえば何か言うと、ゴミは早いとこ捨てましょういうことだから、ね。ゴミは、溜まったのゴミは箱の中に、お前の体の中にはゴミばっかりやんか。早いとこ捨てましょう。でそうじゃないとね、ゴミばっかしいっぱい詰まっとったらね、宝入れられへん、ね、だからゴミは捨てましょうと言ってるわけやね。少なくとも私たちにできることは、まず自分の中に入ってるのはゴミだということを悟ると、ね、そして早いとこそれを捨ててもらおうということですよね。捨てたら神様がいっぱい宝を入れてくださるわけ。その宝は自身も自分でどっか積もりして入れなきゃいかんなと思っている人があったら、それは大きな間違いだからね。空っぽになる、空っぽになった神様が自然と入れてくださるからね。だいぶの話は別の方にちゃった。このところで今日言わんとすることは何じゃったかわかんない、よそ見じっちゃった、まあこの、パウロは自分が決めた道を、決められた、自分の決められた道を走り通して、ね、走り通して、それで、あるいは主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務、ね、言ってます。果たすことができれば命は失いと言ってますよね。もう彼に決められたもう道があるんだ、それを走り通す、ね、それからそれは全部主イエス様からいただいたもの、
自分で何か手にしたもんだとか、自分の努力によって獲得したもんだとかいうものじゃないということですよね。このパウロさんという人はね、もともとどんな人やったかということを考えたらね、パウロさん、このパウロさんがね、一番言いたいことはよくわかるわ。パウロさんはもともとユダヤ教のね、熱心な信者さんでね、キリスト教の大反対してた。キリスト教はもうとんでもない教えだって、あんな教えを広めたらね、もうみんな不幸になるって、なんとかクリスチャンたるいう人たちをね、もう今のうちに、ちっちゃい勢力のうちにね、もう撲滅しなきゃいけない、ね、片っ端から捕まえて牢屋にぶち込まないかっていうね、思うとった人やから、その人がそのもっともっとこのクリスチャンによるの人たちを捕まえたろうと、捕まえるために、許可をもらおうというところでいうことを考えて、その当時のチア地区、ダマスコというところにも、その彼の活動する役所のあったんで、そこへ書類をもらいに行こうしてたと。途中でバッタリ倒れてね、それでイエス様出会うんだけど、それで 目が見えなくなっちゃってね、それで天から声が聞こえる。で、あなたどなたですか言ったら、あなたが迫害しているよ、私イエスだと。声を聞いてね、えっってびっくりしてね、それで今まで自分が考えた考え方が、のユダヤ教の考え方が間違いだということが分かるわけね。でユダヤ教の信仰というものは基本的に何か言うと、自力による救い、自分の力で、あるいは自分の知恵で、あるいは自分のこの信仰というね、そういう自分の力がもう基本的な必要だって、そこでか、それで救われようという考え方ですから。だからまあ日本の言葉で言えば、頑張らないかんって言っちゃうね。もうとにかく一生懸命やって、ね、自分の能力と力で、それで救われようと。そういうところが、そういう考え方が突然間違いだと教えられるわけです。それはイエス様によって救う。神様に委ね、信じて神様の力で救ってもらうんだと。そういうことを教えられる。いや、パウロ様自身がそういうね、そう考えたら得ないような出来事に突然出会うわけやから。だって一生懸命神様のことを伝えるという本当の信仰はこのユダヤ教にあるんだと思って、もっともっとユダヤ教を広めないか、キリスト教なんかも出て撲滅しなきゃ、キリスト教はもう全部クリスチャンと称するように捕まえて、まあ 今のうちにあの信条信仰信仰者というもの、あるいはその書物なるもの全部焼いてまえという感じでね、もうそれにしてもう何とか滅ぼそうと、キリスト教を滅ぼそうとしようから、ね、その人が突然神様に出会って、それで180度方向転換させる、ね、そしたら救いとは何かというと、まあ、人間の力で救われるんじゃない、神様が救ってくださらなかったら救われないんだということがよく分かった、ね、分かるでしょ。信仰は何で、パウロは何で人が信仰によって救われるんだ、立法によって救われるんじゃない。立法というのは神様が決められた規則決まり、ね、規則決まりを守ることによって救われようという、そんな考え方と全然違うわけだから、もう自分の力じゃないって。その救われるのは 何によるか、だって自分が体験したんだから、その通りのこと、それを彼は身にしみて分かってたわけだからね。それは彼はもう、それはパウロさんは自分の伝えるべきものが何か全部分かってたから、それをみんなに伝えてくるのができたわけや。ところがね、これみんな誰もそんな方に自分が何のために生かされてるのか、何をすべきなのか、この人生においてね、自分の歩むべき道がみんな分かってるんだ、いいけども、多くの人はわけは分からへんわけ。多くの人は、私何のために生まれてきたんでしょうか、私何しに来たんでしょうか、さっぱりわからん人、ほとんどの人はそんな人が多い。これ非常にまだかわいそうやな、あれみたいな。なんでじゃあわかりませんの、わからないの。それは神様に教えてもらうしかないんだよね。そ
私もね、最近ね、ちょっとね、ちょっとボケが始まってね。うん、でボケが始まっていて、もう先生、前からボケないです、ボケないですかって言われるね。ところがあるんですけどね、うん、ちょっと買い物行くんじゃないですか。ね、買い物に行ってね、それで、あの、もうだんだんそうなってきたな。あれ、俺何買いに来たんやろな。まずね、店に来て思うに、ね。何か買いに来るつもりで来たんや。一体何を買いに来たのかな。あ、そうだ花を買いに来たんやとね。でね、思い出してね、花を買って。で、花買って、その、レジに並ぶわけじゃないですか。それで、あの代金、あ、さ、お金がもちろん当然いるわな。ポケットに手入れたら財布もあれへん。ね、財布があるならまだいいけど、財布の中にお金がないとか。ね、もうそれはアホばっかりしてね。だからね、もう、まず何か怖い人ね、それからお金があれへんってね、お金持ってきてないってね、もうバカみたいでしょ。かなり猛毒してるね。そんなんでね、あの、いや、それはね、買い物の話だ。けど、もっと真剣に考えていくとね、いや、人生について考えよう。人生を考えるときにね、いやー、一体何のために私生きとるんでしょう。何年のために生まれて生きとるんでしょう。今日は何しよったんやろうな、とかね、尋ねてみることはあんまりないかな。もうそんなもん考えるとめんどくさいから考えないという人もいるかもしれない。考えたこともないし。いや、そうやな、まずだって子供が中学校卒業したときにね、就職ということを考えるときにね、仕事ということを考える。仕事せないといけないからね。その時には、どっちか将来こういうのになりたい、ああいうのになりたい、そういうのを考えると思います。ね。学校卒業する頃にはね。うん。で、それで、それを考える、仕事ということを考えるときに、もう一つ考えないから、何のためにじゃあその仕事を私は選ぶんでしょうか、ということも考えないからな。うん。それで私はその、まずその、したい仕事が分かったとして、そんな能力があるだろうかというね、その能力がね、まあ、朝ドラに、梅ちゃん先生なんてやってるけど、あれ見てたら、かなりあの梅ちゃん先生が、あんまり成績が、勉強ができへんらしいけど、まあ、それでみんなが医者になりたいって言ったら笑われたらしいけど、まあ、お医者さん難しいからな、うん、勉強できなかったらお医者さんになられへんからね、だからその辺のところで笑われるというのがあったんだけど、まあ、努力して、頑張って、まあ、そういうお医者さんになること道が開けてくるわけだ。まあ、もともと頭がいいんだろうな、お父さん自身が大学の先生だったからな。まあ、そんなんで、あの、頑張れば、いろいろやればね、まあ、その道開けてくるという、まあ、いい話ですけどね。あの、もともと誰が考えたって、もう、その、お医者さんになれるということの人ではなかったみたいやな。うん、まあ、そんなもんやね。まず大体、その能力を考えないかんし、それから自分に向いてるかどうかね。うん。実際、だって、私自身が、あの、病院に勤めてね、検査技師の、あの、仕事を始めたんだけど、いっぺんに分かった。あ、これは私は向いてないと。私は乱暴なんや。字からして乱暴なんや。ね、いっぺん分かんない。もう物事が全然雑意だけ。それで、もうそれは自分が、あの、自分がそういう性格的に脱衣というのは、自分は責任があるから、どうも親の責任もう親もちょっと性格的にその荒っぽいところがあってね、うん、それでじゃあ我が家の家系が荒っぽい人ばっかしかなと思ったら、今日もおじさんぐらいだったらつやねね、どこだけだんやろと思っていろいろ考えるけどね親のせいにすんな、お前のせいやってね、まあ、言われるところもあるな。もっと気づけてかけえ気づけてやれって言うからね、いうところもあるしね、まあ、いろいろ人間ありますよ、ね、まあ、そういうその性格的にもどうしようもできないところもあるしね。それからそれ何のためですよ、そのところものを選んだんですかと、ね、それやりがいは発見できるんですか、見つかるんですかというようなね、それは社会世の中のためにそれはなるんでしょうかということを考えていくときにね、あんまり世の中のためにならんような仕事もな、得たもあるからね、必要のないような仕事ね、中にあるんですよ。あんまりね、自分がそれの、まあ、見つからへん仕事場合もあるけどね、特に聖職者の仕事はね、あの聖職者の中でもこの牧師というような、あるいはお坊さんというような仕事なんかになってたらね、信仰上が
問題が絡んでくる人というのはね、その信仰が分からなかったら何のためにこの信仰を広げるのかわけが分からなくなるからね。そうでしょ。僕さんがキリスト教の信仰がなかったら僕さんの中に結構まあおられるみたいやからね。それはもう信仰のない僕さんなんか絶対やっとられへんから、やっとられないからね。なんせ前で説教せない、話せないからね。信仰のない僕さんが前で話していたってできるわけないからね。だけどそれでもやるっての人はおってみたいやけど、まあ日本はまだいいんですよね。よその国やったらお父さんがまあそうやからね、まあ、しょうがないなって日本のお寺みたいなところもやるしね、まあ、そんなんでその人が信仰がないのにやれるわけないのにね、まあしょうがないんでいう形で、まあ、世襲制っていうんだろうけど、そういうことでやっとっての人もおってのようやけどね、それでは力が入らんわな。それでそういうところでお話を聞く信者さんももうかなわんね。まあそんな問題もいろいろ出てくるわけやけど、そのかも何のために私は生きとるのかというね、これものすごく大事なことでしょ。だけどそれが分かった、それがもう最初から教えられてるということはものすごく幸せなことやね。まあ、今回はね、司法の中にね、もう我が人生に悔いなしとね、いうことをね、ふっと言葉が出てたんでね、そしたら石原裕次郎の歌をね、思い出したんや。裕ちゃんがね、死んだ時にか、葬式の時にこの歌なんか流れとったな。我が人生に悔いなしって。ね、それは石原裕次郎やから言えるな、思うわ。ね。俺はあんた石原裕次郎の有名な人になってたんだ、あんた。それはあれで悔いがあったみたいな、まあ、それはちょっと大変やな。もう50ぐらいで死んどったんか。まあ、その辺のところで言えば悔いがあったかもしれない。そういうことをやりたい放題のことをやれた人やからな。ある意味でね。いや、その間で彼に会ってみたら、全然わしやりたい放題のことできへんなんだと言うかもしれないけど。まあ、周りから言ってたらね。まあ、そのような感じの人やからね。まあ、だから、まあ、それは言うてもいいかもしれんけどね。うん。けど、多くの人はそんな人生に悔いなしなんて言えないわな。多くの人は悔いばっかしあるやん。悔しい。ね。悔いることばかり。あの時、この人やった。よかった。この時話しとったらよかった。え、失敗した。しまったってね。いっぱいあるんちゃう？ね。けど、もう今更遅いというね。ね。後戻りできへんというね。ことあったりしてね。だけどね、神様を信じる人はそうじゃないですよ。神様を信じる人は全部やり直しが効くんですよ。むしろ、ね。聖書に書いてあるむしろ、改めなさい。悔いなさいって言って。まず、自分のやってきたことを悔い改めなかった。もう偉そうなことで何も悔いることありません。もうずっと順調でした。何も悔やむことありません、ね、それは本当の信仰はそこでは生まれない。むしろ自分の過去やってきたことに対する悔い改め、今までやってきたこととして間違っていました、改めます、ね、そこから基本から考えなかった。そのやってきたことというのはやろうとしたことに対するもう心がけやな。その段階まで考えていかないですよ。何かやろうとする、そこにやろうとして心があるわけでしょ。その心のところからもう取り直す、ね。なんで私はそんなことを考えたのか。ね、そこから取り直すね。そしたら、あ、そうだ。私は神様を全然信じてない。もう自分の力を信じてる。あるいはこの世を支配しているお金の力ばっかり信じてる。そんなんじゃない。神様が支配した、全てを支配した、それをもっと知らなきゃならないということね、行き着く、そうした本物の信仰ですね。わかりますね。今回の漫画もね、いつも漫画に困るね。漫画は大体ネタがつき始めた、ね、だってね、ネタもつきへんねんけどね、いつもネタつきたなと思ってね。ちょっと思いながらね、ふっと思いましたね。だ実は今日は兄弟来てないけど、車をね、先生もあげますわってね、車くださいました、ね。うん、K のね、ライフルの車ね、来てた時変な色の車あったでしょ。オレンジ色かな、あれ何色いうの。オレンジでもない、ピンクでもない、赤でもない大々でもない、蹴ったらいいやな、うん、あんまりあんな色の車はあんまり見たことないな、うん、まあ、あの色はあんまり好きで
少ない人おれへんから、まあ、あの早く手放す人もおったのかな。で手放す人もおって、それまた買う人もおって、またその人も手放したいうだけで、あの色に人気がないから、まあ、私のところで転がり込んできたかなと思ったりするんですけどね。あの、まあ、彼がね、あのそうして、あの私、ね、もう全部車検が1年以上あるしね、使ってくださいってね、あの考えてくださって、で私はちょうど車欲しいなと思ったらね、与えられて、感謝でした、うん、ライフルね、名前ね、それで、あ、そうだね、今回の漫画はライフでいこうと、ね、ライフってどういう意味かってね、英語でね調べたらね、まあある程度分かってたけど確認した。ライフって生活、命ね、それから人生と一生懸命、そんな意味あるね。で今回の漫画はね、カーナビのことからね、それは車はかなり古いんです。まあ大体もう1万8000万、18万か、18万も走ってますからね。もうそれは廃車の記録ですよと。それだけ走ったらもう普通の人はもう廃車にしてますよっていうね、まあ、ぐらいで走ったら車ですけどね。まあ、今のところは十分走れますから。うん、それでカーナビまでついてる。ちょっと昔だったらカーナビ取ってやって10万以上したからね。うん、まあ今では便利な下がったけど、もうそれだけでも、まあ、値打ちもいいと言えるわ、ことは言えるな。その車にね、乗ってね、いろいろ思ったということをね、カーナビみたいにどこ行くかはね、ちゃんと教えてくれるからね、どこ行って どこ行くか教えてくれるんじゃないよ、道順をね、どこ行くか道順入れといたらちゃんと行く先教えてくれる、ね、一つでしょ。いや例えばなんだ、一方さんどこ行こう思って一方心さん言うとこか、一方心どうのこうのって変えたら、きっと押したらいけへんよ。ね、それは無理。だって、カーナビはつの分からへんから。ね、だけど、兵庫の駅、JR 兵庫の駅って書いたら、ピッと押したら、行き順を教えてくれば、うん。その、それのとこまで行ったら、この一方さんのとこが分かるという。ね、そこまで行ったら行けばいいわけだけどね。だから、そういうのを教えてくれるわけ。ね、行く順番をね。その前の問題なんよ、ね。私のみたいな、ね、一体私はどこへ行ったらいいんだろう、ね、それはその車の話じゃなくてライフなんだよ。ライフというのはつまり車はライフなんだけど、ライフの意味は人生、生活、一生、ね、命。ああ命は我が一生はどこへ、どこから来てどこへ行くんだろうか、いや我が人生これからどこへ行ったらいいんだろうかね。つまりもっと別の言い方は何したらいいんやろうかってね、私何のために生きてきてるんだろうかって、そうでしょ。いや私 何しに来たんやろ、何を買いに来たんやろというね、と同じ話がよるんですよ。買い物に行って私何買いに来たんや、同じ問題。私この人生、この21世紀のこの時代にね、この日本にね、この兵庫県のこのところに私今おるけど、何するために生きとるんやろな、何するために私はこれから歩んでいったらいいんだろうか、いろいろいろ考えるとね、答えは出てきへん人多いよ。どこに行くか分かっとったら、ピッと押したら、行く順番を教えてくれ、行く順番は。その基本的に行き着くところが分からない。どこへ行き着きたいんですかっていうね。そうでしょ。それ結構簡単なような難しいでしょ。そしたら、まあ、結局、神様に尋ねるしかないかな。神様が教える。あなたは、このために生まれてきたんですよ。教えてくださいね。それでそれが分かったらもう閉めたもんね。私を、まあ、あなたのずっと一緒にいるからね、その私がこの世にあなたを送った、この世に生を与えたね、それはその使命を果たすべく与えたんですから、私はずっとそれを助ける
言ってくださってる。そしたらもう迷うことなく人生を歩むことができますよね。私もね、まあ、今はこれね、牧師という仕事をやってますけどね、時々先生、あなた先生と言えへんの、時々おっちゃん、あなた何しよってんですか、仕事は。よく尋ねられる。牧師です。牧師って何ですか。なんか東北地方の方やったら牧師の牧師さーって聞くらしい。で、検討ね、ボクシングするんですか。ね、でもすごい、ボクシングって単語がない、頭の中単語がない人が、ボクシングってまずキリスト教のと言わなかった、ね、そしたら分かってもらえる、キリスト教のボクシング。ボクシング単語が頭の中ない人多いですよ、うん、坊さんやと神様あるけどね。ボクシング言葉自身がない、ないの。引き出しがあれへんというか、タンスの中に。分類できへんという、ね、まあ、そういう人も多いですけどね。まあ、そんなんで、そういう仕事をね、私の場合は、案外早く、もう、イエス様が死んだ時から、ね、分かりました。ね、だから、僕なんかもう、ものすごくそういう意味では、もう非常に幸せな人間だなと、今頃だって思いますけどね。だって、自分の何が自分がこの世に生まれてきた、勤めなんですか、仕事なんですか、任務なんですか。分かった人はものすごく幸せですよ。それだもうそれで死んで、それが自分が やれればね、ちょっとでもそのための働きができれば、もうどこで死んだからだって、私はもう悔いはないと言えると思うんですよ。だけど、それは一つも分からない人はね、もうかなんな。そうでしょ。だから分からない人はちゃんと尋ねるんですよ。神様も教えてくださいますよ。お前はな。牧師は思いました。違う。ね、でも、もうね、もうそんなに牧師は必要ないって言われるかもしれないしね。まあ、いろいろ言われると思います。人によってはいろいろあると思いますけどね。それぞれ神様に尋ねると何か知らないけど、教えてくださいますよ。でそして、その道を見つけたらね、本当に幸いな日々なのです。いつも有意義なね、毎日を送れると思いますよ。ね、早いとね、それを悟ってね、幸せな日々と思います。はい、感謝します。天のお父様、私たちは何のために生まれてきたのか、自分の果たすべき務めについてみんな早く悟り教えてもらい、あなたが目指してくださる、あなたが引いてくださった道を歩むことができるように、私たちを主をその悟りに、ね、導いてくださいますように。そしてあなたの与えてくださった道をまっすぐに歩むことができるようにしてください。このメッセージ感謝し、イエス様を見られて、御前にお祈りいたします。アーメン。